い対戦カードがございましたら、コメント欄にお書きください。UFC 勝ち込み、格闘技、ゲームチャンネル。石の拳、レオナ、ペタス。僕、シングル成績は35戦28勝12 KO、6敗1上げ。第9代クラッシュスーパーフェザー級の王者でございます。強烈なストレートを持つことから石の拳の異名を持ちます。レオナ・ベラス選手、白リングにリングイン。2021年3月28日、武尊選手に敗れまして、再起にかけております。And keep this fight from becoming a ground fight. So as this fight is going on, kickboxing の戦績は39戦39勝 28KO 無敗。現在で世界フェザー級の王者でございます。5歳の時に極真空手を始め、ここまでやってきております。夏川天心選手、白リングにリングイン。得意のストレートはライトニングレフトと呼ばれます。先日ボクシング転向を3月にするとおっしゃっております。ゲームの使用上の都合でここの部分、現実と数字に差異がある場合がございます。ご了承くださいませ。石の拳、レオナ・ペタス。しんどい、ナイスカイル・テンシン。ナスカー天心バーザス、レオナ・ペタス、レッツ勝ち込み。視聴者様のリクエストありましたので、まあ、実は2名の方からの、指定者からのリクエストありましたので、やっていきたいと思います。まあそうですね、先ほど選手はね、打ち合いましたけれども、基本はやっぱりね、ここはうまいことかわして戦っていくっていうのが、まあ、上手、まあ、いい感じに進むかなというのが、予測されますね。OK。打ち合いというか、打ち合いに持たせないように持っていくというのが基本の戦い方になるかなと。OK、下から崩してね、どんどん上につなげていくというの。ああ、石の拳硬いね。 OK、 遠くからね、当たらない距離でミドルを打っていくと。で、急にやっぱストレートとか返ってくるとなかなかスピードでは勝てるかなと思うんですよね、天心選手で。オーケー、危ない距離っていうのがあるね。ただこの射程も長いんで、遠い距離もこのパンチ伸びてくるんで、ここは気をつけないといけないね。オーケー、オーケー、まあいい感じですね。ペタス選手のパンチが空振りに終わって、当たらない距離でミドルを打っていく、これを徹底しております。オーケー、オーケー、オーケー、おい、おい、おい、まあいい感じで進めますね。結構このペタス選手がなかなか中に入ってこれないっていう状況を作れてるので、まあ、テニス選手がちょっとリードしてるかなと。よし、キックの戦いされるとテニス選手の上ですからね。よし、よし、よし、おっとおっと、さあペタス選手が今1ダウン奪っているという結果になっています。選手でまだがもらっていきました。石の拳が飛んできましたね、ストレートね。この下から崩していく、この姿勢をね、忘れてはいけません。やっぱパンチで打ちたくなる。あの、これ以上ペタス選手の距離ですね。 OK、 よし、うん、おっと、さあ、ツーダウン終わっているのはペタス選手でございます。
これ天心じゃ行き過ぎやね。はい、第1ラウンド終了。いやまさかのダウンを奪うのはペタス選手です。このやっぱ射程距離の長いストレートがね、顎取られてるって感じですね。なかなか中に入ったところにこれが飛んでくると、結構伸びてるんですよね。当たらない距離でこう戦ってるつもりなんですけど、そうね、これちょっとカウンター気味に入ってますね。まあ逆にこれでよう立ってきたなというのが天心選手でございます。さあ第2ラウンド、さあ2ダウン奪ってるとペタス選手が10対8 10対9でおそらく取ってるでしょうねと予測されますが、思ったより伸びてくるんで、こう気をつけんと蹴りに合わされるからね。オーバーハンドこう踏み込みになるからのっていう風になるんで、うん、遅い。この後ジャンプもね、このステップが速いんで、あちょっと、うん、天使選手不利ですね。蹴りに全部合わせるような感じがあるから、パンチでいこうか。こうミドルキックはちょっと合わせられてる感じがあるから、ここも気をつけていかんとね。カメラマンしっかり撮ってますね。よし、完璧。うん、よし、うん、気をつけなあかんで、この膝元がまんま強烈なんでね、このストレートが結構伸びてくるというところで、この身長差がね、この試合結構重要になってきますから。うん、このジャブも伸びてくるんで、カウンターで入らないようにうまく戦っていくと。よし、完璧。あー、外せる。タイミングはええよ。うん、よっしゃい、カウンターやね、やっぱ。おーい、ナイスカーテンション。いや、顔面に刺さりましたね。飛び二段蹴りの顎入ってますね。やはりオーバーハンドで潜り込んだところですから、結構あ顔が重心下がってるんですよ。ここ二段蹴りで、あ、足の裏で顎を捉えてる感じですね。こんだけ顎をもろ入ったらあかんなったぐらい。おー、これは脳を緩めますね。ナスカ選手ね、ちょっと闇落ちしてますね。マリオ山崎さん、ナスカ天心選手の KO 勝ち。視聴者様2名の方がリクエストしていただいたんでね、まあ俺はね答えていかんといかんでしょう。ペン答えていかんしたということで、いや、いい、やっぱりマッチメイク考えてくれましたね。この2人に関してもね、やっぱり、ま、今後することはないでしょうから、こう考えるとやっぱゲームでしかちょっとできないカードだったなと思います。そうですね、ダウンの数だけで言うと3-1なんで、ペラス選手がね取ってたんですけれども、まあ、最終ね、そうですね、やはり第1ラウンドはペラス選手が取ってましたね。まあ最後の、まあ、2段蹴りとかね、2ラウンド目からはまたちょっと天心選手がペース掴んでたかなという感じもありましたね。もう1ラウンドのペースは天心選手だったんですが、まあそのカウンターをうまく当てたのはペタス選手だったなという印象がございます。それでは UFC 勝ち込み格闘技ゲームチャンネル、このようにねそっくりと選手を作ることを一番の目的とし、スマートプレイングという流れでさせていただいております。ん、 YouTube のチャンネル登録、高評価、バットボタン、コメント何でも募集しております。はい、見たい対戦カードがございましたら、ペン書いていただけましたら、答えられる範囲になりますけれども、しっかり答えていきますので、よろしくお願いいたします。TikTok、Twitter、Instagram やっております。TikTok の方はね、まとめて動画、伸びてる動画もありますので、そちらもぜひ、チェックのほどよろしく。それでは、UFC 勝ち込み、格闘技、ゲームチェンジ。シンドウ、夏川天心、バーズ、牛の拳、レオナ、ペンス。夏川天心、天心、ケマチ、エンドバイ。チャンネル登録、オスタップ、満月暴走ボブサップ。